本日は透析における鉄代謝ですねについて、えー、調べたことをアウトプットしていきたいと思います。えー、一般的にですね健康な人の体内に存在する、えー、鉄の総量ですね鉄の総量はだいたい3000から 4000mg と言われそのうちの3分の2がですね、えー、ヘモグロビンの鉄として存在するんですって。 アーベの鉄として存在するのがこの3分の2と言われていると。<laughs> で3分の1がですねフェリチンと呼ばれるタンパクと結合して、えー、あフェリチンタンパクですねと結合して貯蔵鉄貯蔵鉄ですね。タンパクとして、えー、貯蔵鉄。えー <laughs> としてて肝臓臓や脾臓にされているとで血液中の鉄は、えー、全,全体のわずかですね3から 4mg つまり0.1%しか血液中にないとタンパクが、えー、肝臓や臓3分の1ですねで、えー、とここはもうセ 0. 0 1しかね 血液中の中にはないという状態がこの鉄の状態みたいですね。で、通常、えー、体内の鉄は1日1から2グラムが2ミリグラムですね、消化管粘膜や皮膚の、えー、生理学脱落とともに、ね、排除され、それに見合った量の鉄が腸管から吸収されると。で、体内の鉄代謝は1日搬出量が一定であることに加えてですね、出血や採血などで喪失しない限りですね、えー、 排除機構がない閉鎖的な回路が構成されているので鉄の摂取量が少ない場合には鉄欠乏になりまた、えー、鉄材投与や輸血などを行う場合には鉄過剰に陥りやすいと環境にあるんですねで生体内で使用される、えー、鉄のほとんどは、えー、ヘモグロビン鉄の再利用つまりこいつの再利用が、えー、生体内で利用される、えー、鉄のほとんどですでマクロファージが えー、老化した赤血球内に含まれるこいつですねこいつ赤血球がまあだんだん老化していくんですよ赤血球ってなんで、えー、そいつのヘモグロビン鉄を処理して骨髄で消費とほぼ同じスピードで血中に鉄を放出して再利用するとで不足分が貯蔵鉄や腸管から吸収された鉄で補われるんですねで、えー、血中での、えー <coughs> 鉄供給っていうのは幹細胞マクロファージ腸管上皮細胞からの、えー、鉄輸送膜のタンパク、えー、フェロポルエチンを介して行われますフェロポルエチンを介して行うね 輸送量はフェロポロエチに結合して分解を誘導するヘプシジンの25によって抑制されるんですって。えー、ヘプシジン25と。<laughs> で、ヘプシジン25によって細胞膜上のフェルポルエチンが分解されその膜の分布の密度が低下するとフェルポルエチンが新たに合成され膜分布密度が回復するまで鉄を供給できなくなるとそれで結成鉄が低下するとでこのヘプシジンの25のえっ、ー、と発石1ですねえっ、ー、とまあは、まあ、なんだ十分には解明されてないみたいなんですが鉄 負荷や、えー、骨髄造血細胞の転化、あとは、えー、関節層などで、えー、産生される、えー、炎症性サイトカインのインタルキーシックスによりその発現が増加されることは分かってるみたいですね <coughs> だからこのフェル <coughs> フェロポルエチンが <coughs> <coughs>、えー、<coughs> ないとですね、えー、血中への 鉄供給ってのができないと、ね、こいつが鉄供給に、えー、加わっていて、まあ、こいつもそれの、まあ、パイプ役みたいな形ですね。<coughs> そうですね <coughs> 血液中に <coughs> 送っているとこのフェルポレエチンで。<coughs> でここで、えー、透析につながっていくんですが、えー、CKD、まあ、慢性維持透析してるんですよね CKD っていう <laughs> CKD の、えー、患者様では腎、えー、機能が低下して、えー、インターロイキンこのペン出ないよ <laughs> あこれ赤なんか赤ってあれですよねなんか演技悪いって <laughs> IL6 ですね インターロキシックスとあとは t n a アルファですねこれはよく耳にすると思うんですが血中の炎症性サイトカインですねこれらの炎症性サイトカインが、えーとまあ、透析している患者さんだとこれらの、えー、サイトカインが上昇して、えー、慢性炎症状態にあると <laughs> 中でも、えー、透析ですね透析患者は、えー <coughs>

あも,うね、もう感じ苦手。えー、でさまざまな鉄代謝異常が生じるみたいなんですね。で透析環状細胞では鉄の、えー、と細胞外排出抑制と、えー、細胞内の取り込み更新が引き起こされ細胞内では鉄剰ねつまり、えー、とここでは鉄がめっちゃ多くなると。<coughs> でえっ、ー、と。 血清中では鉄欠乏の、えーそね、細胞内では鉄過剰で血清中だと鉄、えー、欠乏まあ鉄が足りないよっていう状態になって細胞内に鉄が蓄積し,しやすいみたいで慢性、えー、疾患に伴う貧血ですね鉄が少なくても貧血につながります、えー、でこれを ACD っていうみたいなんですね で、この ACD、まあ、書いておきますかここがアップして、えー、と血清中だからここがよりダウンさらにヘモグロビンの寿命も、えー、さっき言ったように、えー、短くなっちゃう、ねえー、透析するとどうしてもエンドタキシンとかの可能性が、えー、ありますから <coughs> なんでこういった状況が透析患者さんでは起こると。<coughs> で、ACD はですね、えーと、感染や炎症などによりさまざまなサイトカインが産生されてインタイロキシン6シやリポータトール類はえ肝臓のヘプシジンです、ね、の、えー、発現を促進して血中への鉄供給が低下してしまうみたいなんですね。<laughs> 感染や炎症で鉄供給がダウンと鉄の ヘプシジンの発現を促進することによってダウンするみたいですね。でまた、賛成されたサイトカインですね。えー、フェリチンや二価鉄トランスポーターの発現の増加。で、えー、老化赤血球の鈍色更新を引き起こすんですね。つまり食べちゃう、マクロファージがね、サイトカイン。<laughs> で、えー、あと、マクロファージの鉄腸像を増加させると。 だから、細胞内は鉄化状の <coughs> 状態に陥ると鉄供給ダウンだし、なんかその。<coughs> サイトカインやただ、これ面白いのがインターロイキン6とかね。あの炎症反応が起こってると結構高くなるんで、これより増加されるっていうのが想像つきますよね。 テスカジュあ違う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 とサイトカインだサイトカインが、えー、とこれこれさっきのやつですねえー、とここアップする原因ですねこれはえっ、ー、とサイトカインで、えー、これがフェリチンや二価、えー、鉄ですねつまり貯蔵鉄を増やしちゃうとねサイトカインが えー、貯蔵鉄を増やすのと赤血、えー、球食べられちゃうとそこに残ってた、まあ、鉄ですねを再利用するんですそこが、えー、マクロパジエの、えー、貯蔵鉄ですねを、えー、増やしてしまうといった感じですねここがアップするとであとは細胞内が鉄過剰の状態に陥るとねえー、っと一方でですねフェロポルチンフェロポルチンさっき言いましたね このフェロポルチンがえー、と <coughs> フェロポルチンはんこういうとこだフェロポルエチンこいつはえー、と血,血中へ鉄供給してくれるんですよこ,ういこのヘプシジン25とタックンに、ね「鉄、え、供、ー、給共と押してくるのがこのフェロポルエチンなんですけどえー そもそも透析しているとこのフェロポルエチンの発現が、えー、低下するみたいなんですね。なのでマクロファージから血液中への鉄の供給が抑制されてしまうと。造血に必要な鉄が、えー、足りない。ここね、ヘモグロビンには鉄も重要ですね。これは足りなくなってしまうと。<coughs> また腎臓ではこれ一般的に言われてますねエリストロポレチンの酸性を阻害骨髄では赤血球の分解抑制を招き造血が阻害されるとこのようにねさまざまな経路で鉄代謝の異常が弱気されて造血が阻害されることによって ACD の病態が形成されていくんですねあこれ ACE っていうのが漫才疾患を伴う貧血ですねうん まずここに鉄がいかなくなるしフェロプロエチンが出ないし、えー、感染によってね、えー、鉄の供給もダウンしかもここね、えー、フェリチンでいう、えー、貯蔵鉄ばっかりが増えてる、ね、ですよ鉄はで、えー、そもそもですね透析してる患者さんは赤血球増血、えー、刺激因子抑制ですね <laughs> あ刺激せい性剤ごめん 抑制剤によって赤血、えー、球増血が更新して、えーまあ、鉄の需要が高まるんですが透析回路とかダイアナーの残血とか採血とかによって大体年間ね 1g 以上の鉄を喪失すると。<laughs> 年間でね 1g。1 <laughs> ししてしまうと、うん、このため ESA による造血を維持するために、えー、必要量の鉄を補充することが必要となるのと一方で透析、えー、患者は鉄、えー、<coughs> 貯蔵鉄が十分に、はあ、あるんだけど、えー、ACD によってですね血中鉄が不足すると機能的鉄欠乏の状態に落ちりやすいんでしばしば鉄材、えー、を投与しても造血に利用されず ESA、えー、低反応性を、えー、招くと。 さらに、えーと、慢性炎症状態による透析患者の鉄の貯蔵状態を把握せずに、鉄剤を投与すると、ですね鉄過剰が招いてしまうと、さまざまな細胞障害が引き起こされる。だから、透析患者における、えー、鉄剤の投与は、本来、鉄の貯蔵状態を把握して上えで行うことが大事だと。まあ、これね、ちゃんとこのここのね、フェリチを見ろと。ね。<laughs> いうことですよ、簡単に言うと。<laughs> で 一般的にね、鉄欠乏の、えー、判定には、血性フェリチンですね、これ、えー、フェリチンを見てると。えー、で、12、<laughs> これが12ナノグラムパミリリットル未満の場合には、えー、鉄欠乏貧血と、えー、判断されると。 血性 <laughs> フェリチン濃度は炎症、感染症、さまざまな疾患により変動することから、透析患者は、えー、ACD によるサイトカイン性更新によって血性フェリチン濃度が高知します。これさっき言ったような記状ですね。<laughs> なんで、透析患者の、えー、人生貧血治療では、より高い血性フェリチン濃度を目標に、えー <laughs> 月水フェリチンだよね。これフェリチンタンパクだから、ここ,こ,こにあるフェリチンタンパクのね。ごめんなさい。<laughs> フェリチン濃度の,の <laughs> で。ただですね、<laughs> フェリチン濃度が一定以上超えてしまっても、えー、<laughs> 生命予防が悪いっていう報告があるみたいなんですね。なんで <laughs> 血清中の鉄の指標となる、えー、TSAT ですねトランスフェリーンフォワードこれは投石やってる方は皆さんね聞くと TSAT ですねこれを見て、えー、TSAT と貯蔵、えー、鉄の指標となる、えー、フェリチン濃度を用いて TSAT が20%以下および血清フェリチンが100以下が ESA 製剤における、まあ、両方におけるです、ね、鉄の補充の開始基準ただこれ 結構ごめんなさい古いデータでこれがまだ、えー、あ結,構古いな結構古いガイドラインですね2008年なんで最新の見た方がいいですね TSAT が20で <laughs> これが、えー、2020年あ2008年のデータですね <laughs> でまあ、それぐらいがいいとされてるただこれ、えー、すぐ変わりますこの <laughs> 常識というのなんでこれちょっと最新のガイドライン見た方がいいですね <laughs> でこの時のガイドラインだったら透析患者さんにおける、えー、と手伝いの、えー、静脈内投与は1回40から50ですね140から50 <laughs> ミリグラムを透析終了時にゆっくり投与して、まあ、最大で週1回ですね3か月ないし透析前に計13回投与を目標としているとでその後、えー、鉄材の最終投与から1週間以上の間隔を空けて鉄の再,再評価ですねを行うことがいいというふうに言われておりますこれがねちょっとねぐちゃぐちゃになっちゃったんですが、えー、鉄のえー まあ要は患者、透析患者さんは、血清中の、えーねえー、鉄が少なくなっちゃうと。で、えー、で貯蔵鉄ばっかり増えちゃって、あんまいいことがないと。そうすると、えー、ヘモグロビンにもね、えー、あまり鉄を渡すことができなくて、えー、鉄が、えー、足りないことによって、貧血になってしまうということですね。今日はとりあえずここで以上にしよう。